どうもポケユーチャンネルのマッツンとミュです。というわけで今回はユウさんがまた出来持ってくれたんです。はい。黒馬ミュウグーデンブどういうこと？楽しいかなと。実際はまあ電流前にいて風鈴で前に攻撃していくっていう。ああそのためのビンドセロックしながらそこで、ね、加速をして風鈴で戦っていくと、はい、で小物はやっつけられるんで、まあ、やっつけながら大きいポケモンは黒馬が前に出てきて一撃で倒すと。なるほど。で厄介なものはこれで月光集権とかコピーして戦っていくって戦っていきたいと思います。はい、まあ、確かにコンセプトがハマりそうな、なんか強そうなデッキですね。そうですね、はい、決まるかはあなた次第。決まるか決まらないかはあなた次第。じゃあこっちはまあ環境デッキの僕がよく使っているサナイトで対戦していこうと思います。はい、それでは対戦していきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい先行。なんでじゃんけんをエンドルよし、それでは始めていきましょう。お願いします。ありがとうございます。ケイシーじゃあいきます。はい、やばいっけ。手前して挽回します。オッケー。死ぬことないだろ。いやこれ話変わったぞ。はい、パーボ。はい、そのスタジアムを張れない。くそー、勝ったともに変わるんだ。はい、挽回します。はい、お互いになんかそんなのないかな。ちょっと切り感じだ。いや、ミュウを出します。これ、何でも使います。ありがとう。ありがとう。これも手札が終わった。これ本当はね、サポート使えなかったけどね、切りたくないカードが多すぎてね。喜びもらいます。2、3、4、5、6、はい、助かった。おー、いい始まった、始まった。ポケモンカード始まった。ラルトス出します。ラルトス、エネキティに入れます。尻尾使います。6枚入れて、しょうがない。レベルボールを取ります。サマーレベルボールを使います。いいぞいいぞ。ポケモンカード始まった。ラルトスを出してきます。そのままラルトスを出してこれで挽回します。はい、始まった始まった始まった。お互いにさっきのターン何だったんだ。始まった。メッソボールディンデュー。はい、出します。はい、ひもー。はい、すい。じゃあめちゃぶ一歩押して、それは使わせないね。なんじゃもう。なんじゃなんじゃ。いいぞいいぞ。じゃあ6枚もらいます。はい、6枚。はい、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 バンカーします。後ろにだよ、それ振り上げた。じゃあいきます。はい、どうしよう。まだ様子見ていいんじゃないか、こっち。まだまだ分けるような時間じゃない。よくわかったな。じゃあ、金のスイジを使います。チョエネを持ってきます。はい、じゃあ、前を切るやつに向かして、チョエネ貼ります。はい、じゃあ、このままミラージュセットを使います。まだ様子見。まだまだ分けるような時間じゃない。じゃあ、ダメ感が乗ってないキルジャーたちを。おかしいな、ショックします。いきます。進化。ここはランジャンを打ちたいところだけど、博士ボスケシーランジャンアップになる。7だ。よしよしよし。おお、次行った次行った。じゃあ、何カウントぐらい分かんない。はい、1、はい、2、3、4、じゃあ、何カウントぐらい分かんない。じゃあこれで、ペンスプーンでこことここの1点をこことこの1点をここで1回だけです。1回だけか。困ったな。じゃあこれをここで切れる。ここでなんとフーディンの技が使えるんですよ。この技はこのベンチでも使える。120点。やってることがえぐい。お願いします。はい、影から操るフーディン感。サイコパスじゃないですかそいつ。そいつこいつはやるんです。お願いします。やってることやばいよなそいつ。じゃあレベルボール使います。縛りながら縛りながら。さて、じゃあダメ感が解放されたラウトスナルに切り替えて切れ進化します。特性使っていいって言われたんで。まだ触ります。ハイパーボール使います。ガスの研究と1個切って
まあ特性封じない点で配慮に進化していきましょう。サナエと EX を持ってきます。 EX は有罪点で特性は、ほう、なるほど、そうなの。そうです、強いね。 EX は同族 OK らしいです。同族 OK、 はい、お願いします。聞いてないな。じゃあ特性を解放しましょう。こちらをサナエと EX に進化します。じゃあ何でも買います。はい、それは俺にはもう怖くないです。じゃあ5枚もらいます。5枚もらいます。はい、じゃあリファイン使います。一発切って2枚引きます。じゃあ2回目リファイン使います。博士切って2枚引きます。じゃあ不審足ポン使います。こちらはまだダメ感が乗ってないから有罪。これは6枚入れて、じゃあシーラーメンを持ってきます、はい、いやダメ感乗ってんの腹立つなこれ。マイナーサイン出してるので気づいを3枚と進化します。ダメ感サイン使います。2枚入れて1枚引きます。どこにつけないんだ。まあさあ、ナイトに重ねたりつけます。はい。レベルボールを使います。ダルトスを持っていって、そのままベンチに出します。いっぱいだ。ベンチがサーエット軍に目立った。空軍の平時期になりますね。ダイブレス使います。前に。いや、嫌だ。ダメか、乗ってんの。嫌だ。いいんだな。そのまま1枚引いてみます。はい。サーエット前。で、エンブレス2回使います。前に。で、手張りしないんで、リバーサルエネルギーをつけます。じゃあ、ここで技使います。ブレインウェーブで、まあ、6個分ついてるんで、6018の6追加、240ダメージで、はい、2枚もらいます。さあ、なんとか、切り返していった。じゃあ、前に出します。はい、いきます。はい。はい、ね、そぼ。はい。一生それやってくんのか。引けるかな。とりあえず、メーカーの手で、一回目。2回目、はい、あ、切り替えと N があるとちょっとまずいのか。手張り、はい、テンスプーンでここの1点をここに切って、1点がずれた。じゃあ何じゃない、何やってんの、おい、俺のボスが流された。5枚もらいます。じゃあ、これでまた全部バーンとイメンジャーを反動した、はい、120ベンチから来たな。逆ベンチ狙撃なんだな。ミュー、あ、まだ特性使えるわ。あいつ違った、ディルじゃねえ、ディルじゃないのよ。2枚引きます。リファイン使います。うん、エネキテ2枚引きます。特性が使えるって素晴らしい、素晴らしい。じゃあ、シナシポを使います。6枚引いて、じゃあ、水晶を使います。サマー水晶使います。さすがに自分のポケモンに絞り替えは失礼なので、ブレスリア持ってきます。強い、それは強い。でもリチャブルしか今取れるのがないと。ただダメ感は全てお返し申す。そう、お返されたぞ。じゃあブレスリア出します。ヨシオキルリアをじゃあ3位と進化します。ヤルカンシャイン使います。2枚引いてサマー加えます。お、こいつはいいもん引いたな。サイコアンブレス使います。前に1枚引いて、後ろに1枚、今のうちつけとくかもしれません。つけとこう、つけます。エネキテ逃げます。でセリアを前に、そして鬼はサポートを使っていない。ボスの指令でこちらの絵についてのは僕は呼びます。うお、マジか。じゃあこっちもベンチ狙撃させてもらいます。ムーンライトリバースでここの9点分をデシャブルに入れます。やったね、ダメ感が消えていくよ。なんで最後1枚もらいます。で、ここのサネとの攻め方いきます。はい、気がしいっしょ。はい、これの扉1回目1、2、フーディにつけるでしょ、初めてやった。いいか、扉1回目、はい、ここは辛い準備だな。これでじゃあデメインストーンハンド120点。ああ、そうか、前に縛っても後ろから狙撃していくんだか。そうなのよ、やってんなあいつ。あいつやってんな。じゃあ見る前で一枚引きます。逆にワンパンしづらいのが前に残ってるよ。なるほど、そうか、ワンパン
知れないのばっか来たな。そいつをワンパンすれば俺の勝ちなのか。逆に逆にね。よし、すごいセリザーを使います。じゃあクレセリア、キビリア、サガイトを買います。はい、何が分かる。ハイパーオイル作業員とエネットアップして、サガイト持ってきます。よし、じゃあシアマイト使います。サガイト進化してアルカンシャイン使います。2枚抜いてクソマ加えます。2回目アルカンシャイン、サマーを加えます。白をキルリア進化して、サマーはリファイン使います。ピッパス来て2枚引きます。じゃあスイッパー使います。1枚引いて山人本加えます、うん、じゃあトラッシュを確認します。おい、なんかいたかな。あ、はいはいはい、いや山人本で役目を終えたルチャブル君、おいでやだよ。フライングできないエントリーなんで、ダメ感は乗らないと。使うか、いやどうせ何でもとかで流されるんだろう。ボスの指示でこっちの言葉を呼び出します。おで、多分何じゃもとかで返されるであろうんで、同じ指示でボスを山に2枚返します。はい、もう2枚ね。これで倒しやすくなったと。現実に月光がもう置いておこう。ドロドロスをいっぱい置いておく。ジャインブレス使います。前につけて前に引いてみます。前で、エンブレースを3回目の前に使います。6で、これ技使います。ブレインブレイ4枚分ついてるんで180ダメージで、これで挽回します。あとはその馬を取れば俺の勝ちだ。どうしようかな。ただ手札にボスはないことは透けてるんで、山に帰った。リンドゥーが欲しいです。じゃあ前から1回目、はい、贅沢なハイパーボール。もう2回目、はい、じゃあ3回目、はい、じゃあボス、呼ばれるか、やっぱり。でこっちも元気な馬が来た。元気な馬で、これでタイガーストで目が14枚14だと420の430か430でオーします。オーバーキルや。ミューで行くとエネがないと逃げれないんで、ここはサナイトで僕は山に返したボスを引き抜くだけ。はい、いただきます。さすがにね、さすがにね、こんだけあれば出ますよ。じゃあこちら、なんかこのなんか2枚引いてボス引く感じ、またなんかこの間も見た気がするな。まあしょうがないか。ボス黒馬バドレックス。そう、これはね本当はデン、こいついらなかったのよ。デンルーでよかったな。山彦は効いた。せっかくなんで後ろサーナイト EX 進化して火力を出しましょう。2枚追加、はい、はい、じゃあこのままブリーンウェーブ6枚ついてるんで638の240ダメージで気絶で3枚取って、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやでもまあまあ、いやまあ惜しいですね。超ポケモン対決面白かったね。最初の方にコンセプトをはめられてリングではめられて、ね、120でディベンジョンハンドやられたんで、まあ、そこはやっぱフーディの強みかなって思いましたね、うん、頑張ったんですけどね。結構やっぱ入れ替え要求で途中ボスでバドレックス縛って後ろ取ったりとかしたんですけど、うん、あそこなんかよく考えればあんま意味なかったなって。そう、120で倒せるの、はい、もう160ぐらい欲しいですけどね。120弱いですね。ちょっと弱い。3円ででいいから180ぐらい欲しい。そう、まあ、でもコンセプトは今回ハマってなんかいい感じで、うん、フディフディだね。なんか途中でちょっとディムルで縛れなくて、こっちがめっちゃうおーって特性引きまくったターンにやっぱやられちゃいました、ね、やられちゃったって感じ、ね、ちょっと月光が出てくるの遅かったですね。月光見え出したかったんで、90やってたら結構月光集権決まったと思うんで、月光がちょっとたどり着けなかったですね。サーナイトメインやってたらボス呼んでこれが熱かったんだね。結構しいってやつ。いやでもまあやりたいことはできたと思います、はい、もしこの動画良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。